はい、こんにちは。情報講師の岩崎です。どうも。さあ、今回はですね、こちら、コンピューターとプログラミング、だいぶ佳境に入ってきましたよ。はい、アルゴリズムに入りたいと思います。今日のお品書きからいきましょう。はい、今回は全部で3つになります。全部前に、アルゴリズムのってがついてるから、アルゴリズム、ここだけ色変えておきました。はい、アルゴリズムの表現、アルゴリズムの制御構造、 アルゴリズムの効率化と。はい。この3つのラインナップでやっていきたいなというふうに思います。では、頑張っていきましょうね。プログラミングに入る手前、最後のものになりますから。はい。それじゃあ参りましょう。表現です。はい。アルゴリズムって何だろうっていう話からしたいと思います。では、読んでいきますね。料理をしたり、家具を組み立てたりするとき、レシピや説明書によって手順が分かりやすく示されていると効率よく作業を行うことができる。 このようなある問題を解決するための手順のことをアルゴリズムと言います。アルゴリズムを他の人にも伝えるためにはレシピや説明書のように文章で表現したり図示したりする方法があります。例えばこんな感じ。はい、インスタント焼きそばを食べたいぞってなったらこのように、はめ、ソースを取り出す。お湯を入れる。3分待つ。お湯を切る。ソースを加えて混ぜる。終わり。というねアルゴリズムがあるわけですね。 はい。人によってね、えー、あ、間違えちゃった。お湯切る前にソース入れちゃった。とか、わざと、もう、あ、私はカリカリが好きなんだよ、つって。お湯、ちょっとね、入れたら1分ぐらいで、ね、えー、次にお湯を切るってやっちゃう人もいたりとか。まあ、そういう、えー、まあ、イレギュラーなことはあるけれども、基本的には、このアルゴリズムというのがあって、それに従っていくということになります。で、こういう言い方というのも慣れていきましょう。というか、こちらが本当なんですが、アルゴリズムとは、 計算や情報処理の手順を定式化したものを言う。定式化とは決まった形の式や言葉で表現することを表す。私たちの日常も様々なアルゴリズムを用いて問題を解決しながら生活している。ちょっと堅苦しい感じだと思ったので、はい。つまりこういうことだよね。という流れで説明させていただきました。はい。では、アルゴリズムとはどんなものかということが分かったところで、その種類についてお話をしましょう。 代表的なものを3つご紹介いたします。はい。フローチャート。アクティビティーズ。状態移図ですね。はい。では、まず1つ目のフローチャートから行ってみましょうか。はい。こちら。アルゴリズムを図形や線、矢印などを用いて視覚的に表す。原則として各処理の流れを上から下、左から右に記述し、流れを明示する場合に矢印を用いる。これ、結構シンプルな フローチャートなんだけれども、これね、上から見ていくね、はじめ、お金を入れる、これ自動販売機だね。はい、お金を入れる、商品を選ぶ、商品を受け取る、お釣りを受け取る、終わりって感じなんだけど、これ全部処理になってますが、えー、これから、これからね、後に話すんだけれども、判断、条件分岐をしたりとか、ここの間はループしたりとかっていうところを紹介していきます。で、ちょっとここ、これ、ある程度覚えておきましょう。プログラミングの時に使います。 このアルゴリズムをもとにプログラムを書いていくってことになる。その時にこのフローチャートが重要になるので、はい。いいかなさあ、ということで、押さえていきましょうね。これが一つ目のフローチャートとなります。では、続きまして、アクティビティズムを見たいと思います。例えば、自動販売機だねって話を言いましたけれども、ほら、自動販売機で、例えばジュースとかね、飲み物を買うっていう人間側と、実際に機械側での流れっていうのを、 両方とも、つまり、処理の流れや状態の変化を図するんだけれども、フローチャートと異なり、並行して行われる処理も表現することができる。はい。例えば、人、自動販売機、今言った通りですが、人がお金を入れる。そうすると、金額を表示するんだ。自動販売機側では。そして、ボタンを光らせて、ね、あの、お金が足りないやつは光らないよね。150円入れても、150円より高いやつは光らないけれども、それ以下のは光ります。 そして人間側は商品を選んで、で、その後商品を出します。で、人間側は商品を受け取って、そしてお釣りも受け取ってですね。というような流れ。これがアクティビティーズというものになります。では、3つ目いきましょうか。こちら、状態繊維図になります。はい、状態繊維図、ステートマシン図ってやつなんだけど、これは、例えば2つの状態。これ、踏切が開いてる状態と閉まってる状態っていう2つの状態があって、 例えば列車が近づいたら遮断機が降りて閉まるという状態に変わる。そして列車が遠ざかったら遮断機が上昇して開くという状態になる。この状態とこの状態行き来する。これが、それをね、図にしたのが状態遷移図。カッコ、ステートマシン図というものになります。これね、読んでみると時間の経過や機材の操作などによってある状態が別の状態に推移することを状態遷移と言い、これを表現するために使われる図を 状態遷移図と言います。状態の遷移は矢印で表され、これにね、こっちに行くとかこっちに行くっていう、この矢印で移り変わりが分かり、はい。そして、矢印にはその時の処理の内容が記載されるということですね。はい。以上、これ3つ紹介したんですが、これね、一般的にデータ構造とか処理の流れなどソフトウェアに関連する様々な設計や仕様を図示するための基本を定めたものを UML, Unified Modeling Language と言います。日本語に訳すと統一モデリング言語と。はい。え、図なのに言語って言うんじゃなくて、記法を定めたもの。つまり、この統一された図の記法のことをこのように統一モデリング言語と言います。で、最初に言ったけど代表的な3つと言いました。結構ビジネスの世界なんかでは、 この3つどころかもう何個も何個もね、こういう図があります。統一モデリング言語っていうのがあります。はい。ということで、えー、まあ、とりあえず高校の情報ではこの3つをしっかりと押さえておいてください。それでは、これより今日のお品書きの中の2つ目。こちら、アルゴリズムの制御構造に入りたいと思います。これは制御構造は全部で3つあります。 アルゴリズムは基本的に3つの制御構造と入出力で表現できます。1つ目、順次構造。2つ目、分岐構造。3つ目、反復構造です。すべてフローチャートを使って説明していきます。では、1個ずつ見ていきましょう。まあ、この3つを覚えてほしいというところがあるので、必要であれば暗記時間作ってね。はい、では1つ目から見ていきましょう。順次構造です。 各処理が直線的につながっている構造。一つの処理が終了したら次の処理へと順に実行する。上から下に行くと。えー、もう本当に処理だけをしていくというものになります。まあ、普通の構造ですよね。でもこれがないとね、変わった構造と比較にならないから。はい。ということで、まず一番大切なものでもあります。では次に分岐構造になります。分岐構造は条件によって実行する処理が分かれる構造。条件はイエスか No. で答えられる形で定義します。条件が真の場合に処理1を実行し、偽の場合に処理2を実行する。はい。こういうものですね。ほら、先ほどのフローチャートの一つ一つの構造の表があったじゃないうん。それを参考にすると、こちら、条件ってこの、ね、ひし形だったよね。そう。この条件がイエスなら処理1。No なら処理2に行くというものです。例えば、X が5より小さいですかはいならこっち。 そうでなければこっちという感じですね。これが分岐構造ということになります。では最後に3つ目で反復構造を行きましょう。はい。繰り返し構造ですね。はい。こちらは判定条件が満たされている真の間、処理を繰り返し実行、括弧ループする構造。ループするんですね。これもね、さっきの図の中では、条件分岐がこういう記号ね、このひし形だったけども、ループ条件はこういうものだったよね。はい。 というもので、判定条件にして指定する条件としては、例えば、統合や不統合などで表現される論理式を満たすか。つまり、X が5以下の場合、5以下の間はこれをループしなさい。とかいうのがこれですね。指定した回数を繰り返したからと。例えば、10回ループしようね。みたいなところですね。はい。これが、判定条件にて指定する条件の種類というふうになってきます。 で、特にこの分岐構造なんですけど、これ二つの分岐だけじゃないこともあります。例えばまあ、一つの条件であれば、今のさっきのと一緒だけども、条件を満たせば処理1を。満たさなければ処理2をだったんだけども、このように、はい、条件1、X は5より小さいか、イエスならここ。そうでなければ、はい、X は10より小さいか、はい、そうじゃなければここっていうふうにね。 まあ、三つ以上の処理になるってこともあるということを押さえておきましょう。はい。それじゃあ、いよいよこれ、二個目のお品書き終わりましたんで、三つ目、最後に行きたいと思います。これ、なかなか重要なところですから、頑張ろうね。では、参ります。三つ目は、こちらになります。アルゴリズムの効率化。うん。できるだけ効率よく、ね、アルゴリズム回していきたいなってところなんですが、はい。こちらね。 ある問題を解決しようとするとき何通りもの手順が考えられる場合がある。このようなときは複数考えられる手順からより効率的なもの。これを選ぶ必要があります。例えばなんですけど、はい、こちら辞書で2で始まる言葉。これを探すなんだけども、こちらの A の方法と B の方法、どっちがいいかなっていうところなんですけどね。 例えば、一つのやり方としては、最初のページから、あ、い、うって、だん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 開いていくって言ったけど、結構時間かかりそうだけどね。あいうえを書きくけこってやっていくやり方と、もう一個は、真ん中のページズバンまあ、辞書の真ん中、はーって開けたら、まあ、そこが手のとこだったと。で、手って2の方が後ろだよね。じゃあ、後ろ半分だと。じゃあ、後ろ半分の中で、また半分のとこでバッと開けたら、 えー、もんなた。で、あ、もよりは2は前だなってことで、じゃあさらに前に。で、半分半分にやっていくっていうのと、どっちが早いこれあのー、本の例だと、まあまあなんだけど、これよくやるやつなので、誕生日を当てるっていう。で僕ね、あの、スタジオに僕のあの、いつもお世話になってる、尊敬する A さんという方がいらっしゃって、この人の誕生日を当てようかと。これ本当に知らないんです。本当に知らないんだけど、A さんいいですか いいですかね。A さんの、あの、A さんのたあ、僕こっちからいきます。こっち、こっちの方のタイプで聞いていきますね。A さんのあの、誕生日1月1日ですかいえ。<Yeah. S 1> お家だう、いえ、どうぞ。1月2日ですかいえ。<Yeah. S> 1> お1月3日ですかいえ。<Yeah. S> 1>, 1月4日いえ。<Yeah. S> 1>, 1月5日 いいいい 1>, 1月6日いいあ。ちょっとこれね、10月とかだったら大変なので、ちょっと一回ちょっと諦めましょうか。じゃあ、こちらのやり方でいってみましょうか。じゃあ、すいません、が A さん。ちょっと質問の仕方を変えます。刑事さんみたいなね。はい、感じですけど。えっと、A さんの誕生日、6月30日より前ですか、後ろですか前です。あ、前ですか。えー、じゃあ、3月31日より前ですか、後ろですか前です。前ですか。なるほど。えー、じゃあ、 えっと、2月15日より前ですか後ですか後です。あと。じゃあ、だ大体ね2月15日と3月31日の間ぐらいで、えっ、えー、と、じゃ3月10日より前ですか後ろですか前です,前ですか。えー、じゃ三3月2日より前ですか後ですか前です,前ですか。じゃ二2月20、長年かかるね。<laughs> 2月26日より前ですか後ですか前です。えー、2月の 20日より前ですかあとですか前です。2月17日より前ですかあとですか前です。<laughs> 結構当たんないですね <laughs>。2月16日より。16日です。16日。あ、ありがとうございます。<laughs> えっと、なんか別にこっちのやり方も時間かかるじゃねえかって思ったかもしれないんだけど、あまあ1月1日ですかって聞き始めるのと比べればだいぶ早いんだと思います。結構今遅い方だったので僕も、 半分半分にしてくるのはちょっとね、時間かかっちゃったっていうのはありますけど、まあまあ、この方が、まあ、10回ぐらいの間で分かったかなもっとあったかな <laughs> はい、という感じで、こういう探索方法が、まあ、ちょっと2種類ありますねと。で、そのうちどっちがいいですかという効率化を図らないと、ね、コンピューターの処理性能が高くても、入力するデータ量や演算の回数が増えれば、処理にかかる時間は増えます。 無駄な処理を省いたアルゴリズムや効率性を高めたアルゴリズムを用いれば、より短い時間で問題を解決できるようになります。はい。そこで、今ね、今ちょうどやった探し物したでしょ。誕生日探したでしょ。こういう探索のアルゴリズムはあるんですけども、もう一個、整列、並び替えるっていうアルゴリズムもあるので、この大きな二つを紹介していきましょう。では、今やった、はい、こちら。 探索のアルゴリズムをやります。ちょっと一応ここに見えてますが、探索のアルゴリズムとその後、整列をやりますね。で、今やった通り、探索のアルゴリズムなんですけど、今2つあったでしょう。はい、これ実は線形探索法っていうのと、二部探索法っていうものになります。で、線形探索法っていうのは1月1日ですか ?2 日ですか ?3 日ですかっていうのという方法ですよね。配列の要素を先頭から順に見ていきながら、 探索地に一致するデータを探し出す探索方法。アルゴリズムとしてはこんな感じになります。せっかくカードがあるので、はい、私の方でカードを用意しようかと。はい、えー、っと、探すカードを認識する。カードの束を手に取る。カードの最初から最後まで探しているカードかい,いえならループ。探しているカードか言えならループということをします。例えば私これ、東京オリンピックの懐かしい。 え、トランプになるんですが、ここにですね、これ切りますね。えー、適当に切ったところで。はい。えー、私、これ今、そうですね、スペードなんですよね、これ。スペードの1から13までのカードを持っています。じゃあ僕は8を探しましょうかね。はい、それじゃあ参りましょう。はじめ。探すカードを認識する8を探します。こん中からね。はい、カードの束を手に取る、取った。ループ最初から最後まで探しているカードか。はい、参りましょう。えい。 10、いいえ、はい、ループ、そのままループに戻ります。はい、そしたら、えっ、ー、と、探しているカードか、3、違います。またループに戻ります。はい、1、違う。えー、2、違う。なんか今日違うのが多いな。<laughs> はい、こうやってループ、ループ。はい、8、出てこないね。5ですね。はい、6、違う。7、違う。12、違う。13、違う。 4違う。11違う。8。残り9っていう1枚しか残ってないですね。はい。こうやって、で、探しているカードかでループして、はいになったから終わるということで、見つかったーっていう探索のプログラムで、これ、線形探索法っていうふうに言います。まあまあ、こういうふうに、まあ、だから、ちょっとまあ、なかなか効率が悪い時も結構あるよねっていうのになりますね。 では、もう一個の方行きましょうか。もう一個の方は、こちら、二部探索法というものですね。配列の探索範囲を半分ずつ狭めながら、目的のデータを探し出す探索法。実はさっき僕、このスペードのカード切ったじゃないですか。これね、切って、その中から八を探しましたよね。で、これ二部探索法はさっきの誕生日と同じで、こちら、何らかの規則で並んでないといけません。なので、こちら、ダイヤ。 1> の1から13のカードなんですが、これは、えー、切りません。で、えー、何探そうかな。5を探そうかな。はい。ということで、1から13の中で、さあさあさあ、行きましょうか。探すカードを認識する。5を探します。カードの束を手に取りました。カードの最初から最後まで、真ん中のカードを見る。1から13なんで、えー、っと、7かな。はい。真ん中のカードは7になります。で、要は、 7の前に1から6の6枚。で、8から13って、8、9、10、11、12、13で6枚ですよね。ちょうど真ん中のカードを手に取りま、みました。探しているカードかいいえです。私5を探してますからね。はい、探すカードより大きいかはいですね。はい、小さい束を取る。なので、はい、これ1から6の束を取ります。はい、そして、ループします。はい、ループします。 ちなみにこの真ん中のカードを見るなんだけど、今13枚だったからちょうど真ん中があってね、例えば5だったら、1、2、3、4、5で真ん中だったら3ってわかるじゃないこれでもわかるじゃない ?1、2、3だったら2が真ん中だってわかるじゃないでも、これ、1、2、3、4だった場合、真ん中ここなんで、その時にはちっちゃい2の方を取ることに決めましょうか。はい。ということでいきます。ちなみにこれ。 これまでできるこれ。3。この小指だけ曲げる。僕はちっちゃい頃ね、あの、昔、ダッシュカッペーっていう漫画があってね。それで決めっていうアニメなんだけどね。やるので、これ、ここだけ曲げるっていうのはって、できないって小学校だったかな。あの、毎日のように練習して、まあ今でもできるんですね。はい。あの、でき、よかったらやってみてください。で、今の本当の本題に戻りますと、これ、1、2、3なら3だけど、4だったら2を取ろう。ということでした。 で、小さい方を取る。私、5を探してましたよね。1、2、3、4、5、6の真ん中は3というようなあのなんで、3にしましょうか。はい。真ん中のカードを見る。3です。探しているカードじゃありません。5を探してますからね。はい。で、えー、より大きいか。えっ、ー、と、3はち、えー、小さいから、いいえですね。大きい束を取る。はい。こちらです。4、5、6の方を取りました。はい。ループします。真ん中のカードを見る。 はい、456なんで真ん中に5を当たりましたね。はい、探しているカードがはい、だからループを抜ける。こういう感じになってまいります。さあ、これが二部探索というものですね。はい、こちらいいですか探索のアルゴリズムを2つ紹介しましたんで、覚えておきましょうね。では、これよりもう1つの整列のアルゴリズムに入ります。はい、こちらです。整列のアルゴリズムは2つあります。 交換法と選択法。ね、さっきの探索も2つあって、整列も2つあるから、2つずつあるんだなって、押さえておくといいかなと思います。ではなんですが、まず交換法からいきます。説明をちょっとサクッと読んでいきますが、配列の中の隣り合う2つの値について、順序を決める判定をした結果に応じて交換処理を行い、 それを繰り返すことで整列する方法。これを交換法。はい。別名バブルソートと言います。で、えー、例として3241を左から順番に並び替えるにはって書いてあるんですけど、後で一時停止してみ読みたい人は読んでおいて、ちょっと今拡大されます。今僕がちゃんとやってみる。実験してみるからご心配なく。では行くね。はい、こちら。例えば、 3,2,4,1っていうのがありましたと。で、こうあった時には最初の2つっていうのを見て、大きい順にあち、大きい順になってたら、とにかく小さい順に並べ替えるというふうに思ってください。この時これ入れ替えます。2と3を入れ替えます。で、この後は、この今2と3見たんで、その隣行きますね。はい、この3,4に注目して、 はい。左の方が大きければ入れ替えますが、これは左の方が小さいので入れ替えません。そのままですね。そしてそのまま隣にスライドします。この4と1、これを比べるわけですよね。で、これ、左の方が大きいじゃないだから、これは入れ替えます。はい。2、3、1、4と。さあ、というわけです。で、これで今一回一巡したんですけど、今度は二巡目に入ります。その前の二つにまた注目して、入れ替えが必要ならするが、必要ないですよね。 こちらの方がね、右の方が大きいですから。はい、次、3と1行きましょうか。次は、3と1です。これは大小ね、小さい順に並べるんで、入れ替えないと。はい、入れ替えましたと。で、この次は、3、4に行きますが、これ省略します。これは入れ替えないですよね。はい、で、3、4をもう入れ替えないで終わりました。そしたら、また頭に戻ります。はい、この2、1という風に行きます。そしたら、この2、1比べて、ひっくり返しに行きます。で、もちろんこの後、2、3見て、 3,4見るんですけど、そのままになりますので、これで整列できましたよね。これがバブルソート、交換法という方法になります。わかったかなはい。ということで、1個目終わりなんですが、もう1個言ってみましょう。選択法、こちらの整列の仕方を見てみましょう。はい。こちらです。配列の一番左か一番右を先頭っていうふうに決めてあげて、先頭の要素と他の要素を 順に比較していき、入れ替える処理を繰り返すことで順序を確定していきます。えっと、さっきは、隣隣、隣隣で移動したんだけど、先頭と決めたのは固定で、先頭と2番目、先頭と3番目、先頭と4番目のように調べていくという、成立していくというものになります。では、また例でいってみましょうか。はい。このような3241を行くんですが、今言った通り、先頭と2番目。 三人はこれ、左のがね、大きいから、これ小さい順に並べるので、入れ替えます。ということになります。で、さっきのバブルソートは、今度は2個目と3個目でしたが、今回言った通り、先頭は固定です。つまり、2と4ですね。はい、先頭と4というのを比べて、これ代償そのままですね。はい、というふうになります。では次は、またしても先頭と1になります。はい、2と1。ああ、こっちの方が大きいね。じゃあこれは入れ替えます。 はい。これで、戦闘の数字がちゃんと1になりました。これ確実にこれ一周一巡したらここが一番小さいものになります。そしたら次にもうここは確定したので、ここが先頭になり変わります。いいですかここはもう決まったんでね。じゃあ、3が先頭なんで、先頭から見てその次のやつと見比べて、順序大丈夫だね。じゃあそのままです。さあ次にどれとどれ比べるかなはい。戦闘はそのままで、 これ、2と比べるわけですよね。はい。そしたらこれ、代償関係。うん、逆転させたいね。小さい順にするから。はい。ひっくり返します。2、3に変わりました。さあ、これで、この先頭は2。ちゃんと1の次に大きい、小さいもの。っていう風になりましたよね。そしたら今度は、ここが先頭になります。4、3。はい。もちろん入れ替わりました。ということで、えー、こちら、小さい順になった。これが、 選択法ということになります。で、ちょっとだけここを見ますね。位置の組み合わせ、ここだい、ちょっとだけ大事かもしれ位置の組み合わせとして、同じ比較は一度しか行わない。意味わかるかなこれね。一番左と一番右の比較は、そこに配置されている値が変わっても一度しか行わない。例えば、これで言ったら、一番左と一番右の比較はここしかやってません。絶対に、こことここ。 こことここ、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 こことここって、これ、ほら、この、青、いいところの組み合わせは、もう一通りしかないですよね。というところが、まあ、注意点ということになってきます。はい、これが整列のアルゴリズムの2つですね。はい、バブルソートと、はい、選択法ですね。交換法と選択法となってきます。で、実を言うと、これで、アルゴリズムの内容、終わりなんですよ。 で、次回、いよいよプログラミングに入るので、このね、交換について少し予習しておこうかな。これ、この考え方ってつまずく人が多いんですよ。プログラミングのところで。なので、この交換する、入れ替えるっていうものの仕方をちょっとだけ紹介したいと思います。はい、こちら、2つのカードがありましたよと。で、この A とか B っていうのは数字です。例えば、A の値が2ですよ。あ、3にしようかな。 3ですよ。で、b の値は2ですよと。これ、小さい順に並べるので、この後交換したいなって思うときに、これ、どうやってやったらいいんだろうっていうところで、ちょっとプログラミングの基本を一つ紹介します。はい。例えばですね、こちら、数字、x に10というのを代入しましょうっていう、これ、プログラミングでね、1行目、2行目、3行目、4行目なんですけど、 で、y イコール6としましょうよと。で、そして z っていうのが x たす y ってなったときに、この z というのは10たす6で16となります。そしてね、これ、表示する z ってなったら、この z の値を表示しなさいってなります。で、このプログラムを実行すると、16っていうのが表示されます。はい、なんとなくわかるかな。なんだけど、こういうとき、 こういうときどうでしょう ?x は10です。そして次の行で x イコール x 足す2です。えぇ、ー、そんなわけないじゃないって数学だったらおかしなことだよねってとこなんだけど、これ実は、いいですかこれ、イコールってこちらにあるものは右のものを左に格納する、代入するっていう、そういう意味になります。この式を。つまり、x が10のとき10足す2っていうのをここに入れるから、 x の値は12になってるから表示するんだったら実行すると12っていうのが表示されます。なんでこんなものを紹介したかというと、さっきのこの a と b の値入れ替えたいってあったじゃないこの時にプログラムの中でどうやって書いていけばいいかなってことなんだけども、これ a にじゃあ b 入れましょうねってやると、この状態で a と b の値どうなってるかというと、もともと b が2だったんだよね。なので、 A の値と B の値は、いいですか ?A に B の値を入れるんですから、こちら、A に B の値入れるから、A は2になる。そして B は何もしてないから、B の値も2になって、あら、3いなくなっちゃった。ねえ、3を、えー、まあ、なくなっちゃうわけですよ。じゃあ、人間のね、記憶で、じゃあ3を覚えとくからいいや、とか、そういうわけにはいかなくて、これを何回も何回も繰り返すわけだから、こうやっていきなり代入をしてしまうと、これ、 一個の方の数字がなくなってしまう。そこで、一旦 A の値を別のところに格納しようと。テンプってものね。に入れます。で、要するに、テンプに A の値を入れる。そして、そうすると3が一回確保されますよってことになって、で、その後に、はい、こちら、えー、A に B を入れましょう。はい、そして、えー、A に B を入れたんで、こちら。 2の値がこちらに格納されたんでこちらには2が入りましためでたしめでたしなんですがじゃあ B は何ですかって言ったら B イコールはいこの値を入れましょうということです要するに今ですねじゃあこれテンプと A と B の値の移り変わりっていうのをちょっと見てみましょうか、えー、一番最初テンプ何もないので、まあ、0でも入れておきましょうで A と B の値は32ですはいそしてこちらテンプに A の値が入りましたから、A の値が格納されて3になります。ここまだ入れ替わってないですね。はい、その、この行でこれになります。さあ、で、この次の行で A に B が格納されるから、B の値2が A になりますので、こちらは変わらず、これは2に変わり、これは2のままです。はい、そして最後に、こちら B にこのテンプの値を入れます、えー。テンプの値3を B に入れますから3ですね。で、ここはそのままで、このままです。 はい。このテンプっていうのはテンポラリーの略で、一時的っていう意味があります。で、これ、交換するときには、プログラム上ではこういうやりとりをすると、こういう書き方をするというのを押さえておく。なんとなく今から知っておくと、後で楽かもしれませんね。はい。ということで、終わりです。いつものあれに行きましょう。はい。というわけで、参りましょう。クエスチョン1から参ります。はい。えー、10秒測りますからね。 適当に一時停止も含めてやってみてくださいではどうぞはい行きましょうまず1個目ねアルゴリズムは文書で表す以外に図形や線矢印などを用いて視覚的に表すフローチャートそして 処理の流れや状態の変化を図示する何々ですが、並行して行われる処理も表現することができるね。アクティビティーズですね。自動販売機との間で出てきましたよね。そして状態遷移、まあそのままなんですが、時間の経過や機材の操作などによってある状態が別の状態に推移することを表現するために使われる。踏切なんかね、さっき例に挙げましたね。状態遷移図、別名、ステートマシンズと言います。 はい、以上、これが一つ目です。では次、二つ目まいりましょう。はい、こちら、アルゴリズムは、基本的に以下の3つの制御構造と入出力で表現できる。ということで、この3つ考えてみましょう。はい、それじゃあまいります。 各処理が直線的につながってるのが順次構造。上から下にだったね。はい。そして二つ目。条件が分岐するのだよ。はい。分岐構造ですね。はい。そして、ループするのはもちろん反復構造となりますね。はい。それでは三つ目いってみましょう。こちらでありますね。探索のアルゴリズムで説明書いてありますよ。名前なんだったっけ はい、行きましょう。先頭から順に見ていきながら、これは線形探索法ですね。そして範囲を半分ずつ狭めながら、これが二部探索法。誕生日でもやりましたよね。カードでもやりました。はい、というものです。では次最後の問題になります。こちらですね。整列のアルゴリズムも2つありましたよね。さあ、それじゃあ考えてみましょう。 はい、行きましょうか。こちら、まず一つ目は、ハイレスの隣り合う二つの値について、ね、隣り合う値で二つずつ、二つずつ、二つずつっていくのは、こちら、交換法、バブルソートでしたね。そして、先頭を決めて、先頭と二番目、先頭と三番目、先頭と四番目、みたいな感じでやるのが、選択法、ということになります。はい、以上です。 何度も言ってますが、今回のこのアルゴリズム、これをベースにしてプログラミングっていうのがあるんですね。なので、次回以降、引き続き頑張りましょう。では、お疲れ様でした。